島のインストラクターの田中修司と申します。よろしくお願いします。島のインストラクターの森昇です。よろしくお願いします。今回はですね、昨年の秋に、発売になりましたベーシス、シマノのど真ん中、基本調子ですね、のタイプになってるんですけど、修司さんに昨年発売になったベーシスについて少しお聞きしたいんですけれども、まあ、この基本調子と呼ばれる、まあ、いわば竿でいうど真ん中っていうんですかね、まあ、このベーシスについて、修司さんが思うそのロッドの感触感覚っていうのはどういう感じなんですか。そうですね、やっぱりベーシスっていうのは、まあ、シマノの中にもね、あの先調子があって基本調子があって同調子とあります。まあ、その中の、まあ、基本調子といいまして、やっぱりいろんなこう、ね、あの釣り場で幅広く対応できるっていうのがこのベースにとても大きなあのメリットを感じているロットなんですよ。やっぱり先調子っていうのは、あのいわばこう魚を早く浮かせるとか、でそういう、魅力もありますし、また同調子っていうのは細いラインとか、あの結構その竿全体で魚を受け止めるっていう力もありますし、その先調子と、まあ、同調子、その両方合わせ持った、ちょうどど真ん中の調子っていうのが、基本調子、これがベースなんですよね。そうですね、はい。ベーシスの、特徴になるんですけれども、やっぱこのベーシスっていうのは一番に、修司さん持ち軽さがやっぱり一番ですね。ね、この前作と比べて本当にこう、パッと竿を持った瞬間伸ばして、竿をこうフィールドで伸ばしてみた瞬間に、うわ軽いな。軽いっていうのがやっぱり一番ね、気持ちがいいんですよ。ですよね。そうです。やっぱりこのベーシスなんですけれども、本当にこう、いろんな、まあ、あの装備といいますか、まあ、あのファイティングサポートグリップもそうですし、まあ、いろんな全体的なその作りの部分において、やはりその自重っていうことではなくて、その持ち軽いっていうところがなかなか作れないですよね。そうなんですよね、はい、それがねやっぱり一番の課題になってくるんで、やっぱり竿っていうのは1日やはり振り続けるものなので、とにかく軽快に釣りがしたい、それっていうのはやはり自重が軽いっていうのももちろんいいんですけど、その持ち軽いっていうところがやっぱり驚きの、部分ですよね。そうです、釣りにおいてやはりそのこのロッドの一番やはり大事な部分っていうのは、魚の取り込みだと思うんですよ。まあ、それ一番大事です、で、その取り込みの時に、あの、まあ、修司さんもそうですし私もそうなんですけど、やはりあの腕の延長といいますか、そうです、肘にしっかり、ロッドのここですね、後ろの部分ですね、この肘にしっかり当てて、魚を引っ張り上げるっていうような動作になるんですけれども、そこでその誕生したのがこのファイティングサポートグリップ。これはねやっぱり、まあ、私も森井さんもねやり取り中っていうのはほぼ片手でもう魚をこう寄せるじゃないですか。もう結局片腕で、まあ、魚をやり取りする、沖から寄せるとかもそうなんですけど、こう寄せるときにこの肘の部分、このファイティングサポートグリップの平面なんですね、ここがポンと弾いたりとかすると体勢が壊れてしまうので、ここにしっかりとフォールドしてグリップを握った状態にして思いっきり上に折る、まして横に引くっていう、こういう動作がこうすんなりね、スムーズにできるっていうのがこのファイティングサポートグリップことなんで。そうですよね、やり取り中にもうこういきなりかけて腹なんかっていうのはほぼないです。もうほぼ片腕でこの肘をもうこれでぐーっと寄せてこそ、そのベースのロッドの曲がりの性能っていうのが発揮されますんで、そこの辺がねすごい大事なところなんですよね、やっぱりロッドのねじれ、あの以前その竿のねじれっていうのがあったんですけど、それはやはりスパイラル X コアっていうのでねじれがあの本当になくなって、さらにその魚とのやり取りの時にこのファイティングサポートグリップっていうのは本当にこう肘に当てて竿をそのホールドしやすい、そのままの状態で魚を引き込めやすいっていう、本当にこの楽しもしい機能がつきましたね。そうなんですよ、これは本当ね、最高のパーツって言っていいかな、すごいところがありますね。これがもう動かないですからホールドできるんで、この1本だけでこう魚をこう寄せにかかる魚の向きを変えられるっていうね、そこがすごいいいところですね。そこで、2023年の、新たなモデル、ベーシスの追加モデルの登場ですよね。楽しみしてましたね。修司さん今回は、ゴース、0.8、5メーター3、これですよ、
これがねやっぱりね必要なんですよ。 0.85 っていうのは、うんうん、以前あのリミテッドですね、ピストリミテッドのモデルにも、はい、採用されてると思うんですけど、はい、0.85 っていうのはどういう使い方されるんですか？これはね、はい、もうとにかくもう簡単に言えば釣り人を助けてくれるさ、うん、まあ、先ほど述べましたように腕の延長の中で、はい、そこでやっぱりその私も大分ホームなんですけど、まあ、あの森井さんもね四国のホームにしてちょっとこう擦れた魚とか、ね、はい、ちょっとこう壊しにくい、それからやり取りするのにやっぱりラインが細くなってるんでそれをカバーしてもらえる、うん、そういう時に必要なロット、これが08なんですよ。非常にそのラインブレイクもそうですし、はい、うん、その使うどうしても缶の時期になってくると、はいはいはい、ハリスなんかでもすごく細くするじゃないですか。そうですね、 0.8 とか使うでしょ。使います、使います、私も使う、ね、0.85 とか使うときに、はい、やはりそのある程度号数が強いと、うん、そういうときにちょっとこう竿が強すぎてそうですラインが切れてしまったりっていうことがある、そのときにやはりこの魚を食べるっていうことですよね、っていう綺麗な、ね、曲がりを、ソフトな曲がりを演出してくれるのがこの23追加モデルのこの 0.8、 これは最高ですよ。そうですね、はい、で今回、うん、それと私が、紹介するのが 1.25 の 4m80cm 出ましたね、出ました、驚異の軽さ、うん、すごいですよね。これは、うん、テストの時から、はい、修二さんとご一緒させてもらって、はいはい、初めてその、うん、仕上がって、うん、竿を伸ばしてみた時に、うん、もう驚愕というか、うん、すごいなって思いました、うん、もう、うん、自分は普段から、うん、磯竿って5メートルと5メートル30っていう長さが基本じゃないですか、はいはいはい、でその中でも、自分は特に5メートルの竿を使うんですよ、うん、でほとんど5メートルって言ってもいいぐらい5メートルの竿が好きで使ってるんですけど、うんうん、その4メートル80センチっていう竿をこう初めて使った時に、うんうん、あれ5メートルなのかなっていうぐらいあまり長さが短いっていうふうにはやっぱり感じなかったんですよね。うん、そうですね、はい、うん、やっぱりその20センチ言っても、まあ、たかが20センチぐらいなんですけど、うん、その持ち軽さっていうのは、うん、その5メートルの竿とは比べ物にならないぐらいの軽さ、もう全然違うでしょうね、はいはい、だから使用感は本当にこう5メートルの竿を使ってるほとんど変わらないような使用感なんですけど、うん、はい、この軽快さっていうのは、うん、本当にこう驚き、なるほど、それが今回、うん、1.25 の 4m80cm、 それで楽しく釣ってたんです、ね、そう、軽快に、はい、うん、釣らせてもらいました。私はね基本的にこうやっぱり 5m30 っていうのがベースの方になってくるんで、はい、まあ、中にはその 5m を使う時もあるんですけどね、はい、今回のねやっぱり私もこのベースの1号の 1.2 かな 4m80cm っていうのを使って、はい、これは驚きだなと思いましたね。これ本当綺麗事言ってるようにあるんですけどね、本当さっき森尾さんが言ったようにこれ本当5メーターロッドの持った感触、うん、でがさらにね20センチ、そうです、短いでしょ、はい、もうこんなもんですよね。そうです、そうです、それぐらいなんですよ。そのねどう変わるのっていう感じを受けるかと思うんですけど、はい、これがすごいね、全然違いますよね、うん、4メーター80っていうのは本当短いでしょうっていう感じなんですけど、そうやっぱりその5メートルっていうまでのイメージ、うん、印象ってあるじゃないですか、うん、でそれが4メートル80センチってなると、うん、あれちょっと短すぎるんじゃないのなんて思いがちだと思うんですけど、うん、はいはいはい、たった本当20センチなんで、うん、それでもその使った感じっていうのは5メートル感覚ですし、ですよね、もうその軽さっていうのは驚異的ですし、うん、もう本当にしかも魚をかけた時にすごく曲がりも綺麗かったじゃないですか。綺麗です、綺麗です、もう 0.85 の、うん、竿で修二さんも隣で釣られた時も、はい、うわすごい曲がり綺麗な、で今回のこの 1.25480 も私も曲げてみたんですけど、はいはい、すごくこうとにかくこう曲がりが綺麗っていう印象はありましたよね、うん、綺麗、はい、本当綺麗だったんですよ、はい、うん、だからもうこのね 4m80 で 1.25 っていう号数なんですけどね、短いレンジでその 4m80 のロッドを作って、綺麗な曲線なおかつ使用感最高っていうね、ものを作り上げた私は開発者とテストを繰り返した森さんはすごいなと思いますよ。本当ね、
驚き。なかなかやっぱりできるもんじゃないですからね、はい、うん、やはり、シューズさん、その 0.85 っていうその号数に戻るんですけど、はいはい、0.85 っていうとどうしてもこう、まあ、磯釣りを始められた方とか、はい、そのある程度まだ釣りを、まあ、本格的にし始めた方とかは、うん、なんかちょっと号数が頼りないんじゃないのかなってこう思ってしまうような感じじゃないですか、うん、そうですね、その 0.85 でも、前回ご一緒した時に40センチクラスなんかをこうゆっくりこう仕留められてたっていうのは私は見てるんですけど、うん、はいはい、この 0.85 っていうの本当にこう特徴といいますか、はい、まあ、あのどれぐらいのサイズとかを、うん、まあ、仕留めることができるのかっていうのを具体的に教えてもらいたい、うん、そうですね、はい、あの、まあ、魚をかけて、まあ、魚の大きさですね、大きさから言えば50センチはいけます。お、はい、お腹も50くらいまでいけます。それだけね、やっぱりあの、なんですかね、曲がってくれるんで、ずっと曲がってくれるんで、魚がギューッと一番、はい、竿の一番大事なところまで乗っかってくれるんですよ、はい、そうすることによって魚にじわ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 負荷を与えながら、うん、ふわーって上がってくるんで、はい、上げる必要ないんですよ、起こす必要ないんですよ、うわーって溜めとけば、うわーって曲がってくれて、そのままふーっていう感じなんですよ。いわばその力で引き上げるとかじゃなくて、うん、竿全体の曲がり込みでゆっくりじんわり魚を上げてこれるっていうことなんですよね。そうなんですよ。だから 0.8 ってね、こう細いからちょっと、もう昔で言ったらね、以前もう本当私が始めた頃で 0.8 って言ったら黒鯛の竿の号数なんですよ、うん、はい、それをあえてそのグレで使うっていうのに対して 0.8 ってこうご心配される方もおるかと思いますけど、その辺はね、もう私は自信持ってこの 0.85 っていうのを開発人と作り上げてますんで、全くご心配ないです。やっぱりその最近のロッドっていうのは、やはり性能も良くなったじゃないですか。それなんですよ、最近の、まあ、やはりあの性能の大きな特徴って言えば、やはりコアブランクス、そうですね、そういったあのねじれ、それから今度はカーブの見直し、それからまあ穂先の、まあ、もちろんガイドの部分もそうなんですけど、まあ、そういったこう性能が上がってくると、まあ、本当にこう 以前というか昔に使ってたロッドとは大きくやっぱり進化していると思うんですよね、うん、かなり進化したと思いますよ、はい、カーボンにしてもそうだと思いますし、はい、そういうところでやはりその 0.85 っていうのが全然生きてくる、うん、本当にこうグレーとして生きてくるロッドに仕上がってるんでしょうね。ですもう今だからこそこの 0.8 っていうのが生かされるっていう感じですよね。そうですね、はい、今回、2023年、ついにベイスの追加モデルの登場です。0.85 の5メートル30センチと、1.25 の4メートル80センチ。はい。しゅんさん、今回のこのベースについていかがでございますでしょうか。もう本当ね、手に取っていただいて、私たちが述べていることが、あ、本当のことだったんだなって感じてもらえるこのベースに仕上がっておりますので、ぜひとも使ってみてください。そして次です。2023年。今年ですね、新たにマスターチューンが発売になります。シュウジさん、はい、マスターチューンですけれども、はいはい、やはり今回のマスターチューンは前作と違って非常に、うん、まあ、特徴が違うというか、それぞれの号数によって、うん、そうですそうです、特徴が違うということなんですけど、はいはいはい、1号と 1.2 号と 1.5 号、うん、5号、計、ね、5メートルと5メートル30で6アイテムですね、うん、6アイテム、はい、1号からちょっとこう調子が違うというふうにお聞きしてるんですけど、はいはい、ちょっと教えてもらってもいいんでしょうか。はいはい、ですね、もう大きな特徴で、まあ、言ってみると、まあ、1号は、同調子っていうのは、まあ、細い針数をカバーしてくれる、ラインをカバーしてくれるっていう、まあ、ソフトな感じの、竿ですね。まあ、5メーターもそうですし、5メーター30もそうです。でこの 1.2 号っていうのが、基本調子に仕上がってます。ですから、まあ、そのいろんな釣り場でも対応できる。この 1.5 号っていうのは先上司、先で当たりを取って力よく寄せてくるっていうのがこの 1.5 号の中で、このマスターチューンの中に、各号数ごとに3パターンの
調子を持ってきました。やっぱりその、はい、今までのロッドっていうのは、うん、その同じやっぱりその調子で、うん、その全て力が違うっていうのが多かったんですけど、今回っていうのは、まあ、いわば全てにおいて個性が違うっていう、そんなロッドですよね、うん、だからこのマスターチューンっていうこの、ね、ブランドの、ロッドですけど、この中で一本一本の号数によって新しい特徴を取り入れたっていうことは、まあこのマスターチューンが一番最初じゃないですか。はい、なんかこう個性的というか、うん、その調子に寄せたそれぞれのロットっていう感じですね。そうですそうです。そうですね、もうそのね釣り人に合った感じのやつをこう選んでいただけるっていう感じになってますね。はい、私は先でこう当たりを取りたいんだって力づくりをしたいんだっていうのは 1.5 ですし、はい、まあ普通通りにいろんなところで釣りたいっていうのは基本上司の 1.5でまだちょっと釣れた魚をやり手したい相手するたいなっていう時には急ぎが主体でしたら5メーター、ね、ちょっと沖から寄せたい時には 1.5 メーター3秒使われるっていうような感じの工程でこの中のラインナップの中で自分、皆さんの手に合った竿をこう選べられるっていうのがこのマスターチューンの特徴ですね。そうですね、はい、1号の、うん、マスターチューンを周、はい、さん使われたっていうふうに聞いてるんですけど、はいはい、この1号の、まあ、いわば同調子の、うん、その号数で魚を釣られて感触的にはどんなんでしょう。はい、ですね、そうですね、まあ、私1号の、5メーターと5メーター30っていう2本を書かせてもらったんですけど、ね、はい、非常にこうバランスの取れた、まあまあ、ベースもそうなんですけど、まあ、このマスターチューン独特の調子をこう出してるっていうんですかね。まあ、私基本1号ベースで上げるか下げるかの方になるんですけど、まあ、この1号っていうのはまあ大体こういろんなところで使えるかなっていう感じがしたんですよね。うん、まあ、やっぱりこの握りのこの部分ね、はい、うん、まあ、この X シートがこういう状態で、まあ、新しいタイプになった状態になってやっぱりホード力が全然変わってきますので、1号ロットでも同人でギューって同調子に乗ってくるんですけど、そこまで腕に負担がかからないっていうのがこのマスターチューンの新しい、調子っていうんですかね、はい、でその中で、まあ、1.2 とか 1.5 っていうのを私も手を振ったんですけど、はい、まあ、ベースとしてマスターチューンの大きな特徴を残しつつ基本上司から今度先上司になってくるっていう感じになってきて、その中でこうお好きなロットを選べられるんじゃないかなっていうのを感じたマスターチューンですね。はいはい、でこのマスターチューンっていうのは、うん、ベースは、ファイティングサポートグリップっていうのを搭載されてるんですけど、はい、このマスターチューンっていうのはないですね、はいはい、エラストマーグリップという感じですね、うん、ですね、はい、ちょっとこうソフトな感じになってますんで、はい、なおかつ滑り止め効果があってますんで、まあ、こういうふうにホールドした状態にしてもこう、まあ、滑りにくい、まあ、ファイティングサポートグリップよりかはちょっとこう、グリップ肘に当たる面積が狭くなりますけど、まあ、この、ね、エラストマグリップになってますんで、そこまでそうでもない、やっぱ滑らないっていうのが滑りにくい形状ですね、はいはい、ですからもう思いっきりね肘に当てて曲げてもらえればいいかなと思っております。はい、マスターチューンのロッドと合わせましてですね、はい、今回新たに登場しますのが、はい、マスターチューンの玉添えです。もう本当にこう、ね、なんかこうカラーリングも、うん、こう合わせてるっていうか、うん、非常に似ててなんかこうコーディネートされてるっていう印象ですね。そうですね、はい、なんかこうバランスよく仕上がってるんでこうなんかいいですよね。そうですよね、はい、でもう本当に周さんも玉の絵で一番ストレスだったっていうのが、うんうんうん、やはり固着だと思うんですよ。もうねもう皆さんご存知と、もうねこのアンジロックっていうのね、はい、ジョイントっていうのはもう皆さんご存知かと思いますけど、本当にこう解放されましたよね。これがもう、はい、もう固着した時のね、釣りのリズムの壊れるあれはもう本当もう釣り人にとってネックやったんですよ。そうですね、はい、まあ、特に雨降り時はもう伸びた状態で入らない、はい、でそのままの状態でこのままこうね持ちかれる方もいらっしゃいましたけど、まあ、私もかなりそうやったんですけど、はい、でもこれはもうアンジロックジョイント、もういくら雨が降ろうが悪条件の方になってしまおうがこれは構わない。これはねやっぱり私出た時に初めて使ってしびれましたね。そうですね、うん、やはりさっき修司さんもおっしゃってましたけど、うん、はい、雨降りの時ってどうしてもやはり固着するんじゃないかっていう恐怖心から、はい、その
全長をこう伸ばしてもあんまり力いっぱいに伸ばせないじゃないですか、はい、そうなんですよ。一気にいってしまうと、うん、もうほぼ固着してしまう条件にあるので、それがなんかこう、うん、一気に振り出すと、はい、本当にこう全長が生きると言いますか、そうですそうです、5メートルの球の上であれば、うん、まあ、今までであればどうしてもちょっとこう、うん、伸ばした時に、うん、あの節と節が重なっている状態で伸びていくの で、 そうです、まあ、全長が5メートルだったとしても例えばまあ4メートルとか4メートル、うん、2、30センチぐらいしか伸びてないとかいう、うん、けどそのアンチロックジョイントが搭載されたことによって完全に伸ばしきることができるん で、 そうです、全長がいきますよね。そうなんです、はい、まあ、まあ5メーターというのはだいたいどこでも支流の長さでありますし、でこの6メーターというのは足場の高いところで使う時とか、はい、まあ、ちょっとねあの天候が荒れて高い釣りだからさ、その時にこう6メーターをチョイスしてくださればもうこのアンチロックジョイントのねこの性能ないい条件であの快適な釣りができると思います、ね、それぞれの皆さんが釣りに行かれる状況で、うん、まあ、やはり釣り座が高いところとか、うん、それから低いところとか、うん、そういったので、あの、そうです、長さを選んでもらったらね、一番理想なのはもう本当こう2本取るだけは問題ない。そうですね、どこに行っても使えるっていう感じですね、はい、ね、このマスタージューンの、玉の絵の部分ですけどね、まあ、あのアンチロックジョイントっていうのはね、あのエアアシストシステムといいまして、やっぱりこう出すとき、振り出すとき、回収するときっていうのはもうこの後ろのこのシステムですね、この部分っていうから、まあ、あの空気を取り入れてスムーズに出す、で回収するときにはここから抜け出す、ですからもう快適に出す回収するっていうのがすごくスムーズにできるんですね、はい、まあ、なおかつ固着がない、はい、最高な玉のですね、はい、もう一つなんですけどね、この、玉の枠をつけるこの先端部分ですけど、この部分がね、こういうねじ込み式になってますんで、メンテナンス、まあ、天気の悪い時とか皆さんメンテすると思うんですけど、こういうところね全部シリセンを抜いてもらってすべて、解放できますし、ここでまたセットしていただいて、こういうねじ込みになってますから、あの掃除の分がすごくやりやすくなってますね、この辺も大きな特徴になってます。またなんかこう修理とかそういった時も、ね、あ、そうですね、あのトップが外れるっていうことで、うん、すぐにこうあのそうです修理なんかもね、うん、行えるんでしょうね、一番が折れたとか言って、ね、はい、一番だけ抜けますし、うん、そういうところがやっぱりメリットありますよね、はいはい、今年のまたねグレ釣りのシーズン楽しみですね。そうですね、はい、もう待ってましたっていう感じなんでね。そうですね、はいはい、もうぜひ、はい、ベイスそれから、はい、マスターチューンを使って、はい、楽しい釣りをしていただけたらなと。釣ってください。そうですね、ね、はい、はいはい、こちらも新商品の、浮きになります。こちらはですね、ゼロピットタイプ D っていうタイプですね。こういう像と、どっしり系ですね。こちらの部分の、まあ、大きな特徴っていうのはもう瞬時に浮きが交換できる、このキーパイプですね、キーパイプにラインを通しているだけで浮きを糸からラインに入れてもらって、割れ目に入れてもらってロック、これで浮きの交換、号数を上げたいときにはこの浮きだけですね取ってもらって、すぐそこでチェンジしてもらえる、こういうこの ゼロピットっていうのは、シマノ独自の、開発した、ゼロピットですね。ですから、海って刻々と変化しますんで、質の良い流れが来たりとか緩い流れが来たりとか、ちょっとここは鉛を打たなくちゃいけないとか、ここは鉛を、打たない方がいいとか、沈めていった方がいいとか、浮かした方がいいとか、そういう場面っていうのはいろんな時の状況で分かります。でその時に糸を切って浮きを交換するっていうその時間の、まあ、ロスっていうんですかね、そういうところでこのゼロピットっていうのは瞬時に浮きを交換できるというすごいメリットを含めた浮きになっております。からこのタイプはね M タイプと L タイプとあるんですが、まあ、この中にもねどっしりタイプと、スタンダードタイプ、まあ、要はスリムタイプってありますよね。その使い分けっていうのがものすごく大事なことになりまして、早く当たりを取ってなじましたいときにはスタンダードタイプで、このどっしりタイプっていうね挿し絵がなじむまでをこう溜めてくれる作業をしてくれるんですよ、こういうフォルムっていうのは。ですから挿し絵が馴染んでいっ
てそれから後からゆっくりとスーッと入っていってくれるっていうのはこのタイプ D の特徴になっております。スタンダードっていうのはちょっとした塩の変化によってスーッとスリムな形状になってますんで入りやすくなってくるんですよね。だから私がよくこのタイプ D っていうどっしりタイプをよく使う理由っていうのは挿し絵をまず落としていってそこからゆっくりと落としていきたいっていうのがあるんで私はこのどっしりタイプをよく使うんですよね。カラーリングなんですけど、蛍光オレンジを、しております。なおかつね、艶消しカラーになっておりますのでこれはねよく私の釣り業界の中では全天候型と言われているカラーになっております。で逆光子から後ろから風とか真ん上からそういう時に、一日中使っていけるカラーリングになっております。朝夕はですねやっぱりその暗いうちとか、日が上がってくる時っていうのは、どうしてもねちょっと見にくいっていう自分のどこにその浮きがあるのかっていうのを、確認しづらいそういう時っていうのはね、この艶消し塗装の光量ね光を吸収してくれるとか、暗いうちでもこうマッとこう明るく浮きを照らしてくれるのがこの蛍光オレンジっていうことになっております。もう一つのね、この蛍光オレンジの艶消し塗装この大きなメリットはね水中に、例えば沈め釣りをする場合沈めていった時って浮きの確認っていうのがすごくしづらいんですよね。ですけどこれがね艶消し塗装によって水中に入った時にブワーッとね色をこう強調させてくれるんで水中に入った状態でも当たりが拾えるっていうのがこの蛍光オレンジのね特徴になっておりますので、沈め釣りをされる方浮かして釣れる、浮かして釣りをされる方ですからそういう時には、号数も00から3Bまでと M と L サイズとありますのでそちらをねいろいろこう使い分けてくだされば良いと思います。